東京オリンピックが今年開催されます韓国は東京オリンピックの公式サイトで何やら気になる点があると言います。それは東京オリンピック大会組織委員会の公式サイトで問題となっているのが日本の地図に竹島が日本の領土として表記されているといった問題です。 そんなに大きい問題じゃないでしょと言いつつも韓国にとっては小さい問題ではなく非常に重大な問題だと言いますどういった問題になっているのか詳しく見ていきましょう現在竹島に上陸する方法は韓国経由でしか存在しないそうですそんな韓国の市民団体は日本の地図から竹島を削除するように抗議をしています 市民団体はソウルで東京オリンピック組織委員会公式ホームページ内の日本式独と表記表示運動協議会という記者会見を開きました。徳島は歴史的的的地理国国際法的に明白な大韓民国の領土とした上で国際的なスポーツの祭典を開催する日本が韓国の領土を自国の地図に掲載し真実を隠そうとすることはやめるべきだと指摘しています。 真実を隠すって何なのでしょうかね全く隠す気はないのですが竹島は日本の領土ですよ平昌五輪組織委員会が日本政府からの異議や国際オリンピック委員会勧告を受けて朝鮮半島の旗に描かれていた「徳島」を削除した例を挙げて日本と東京オリンピック組織委員会は五輪精神にの 日本式読と表記を速やかに削除すべきだと求めています韓国政府は昨年7月東京五輪組織委員会に日本地図の読島表記について正式に抗議し削除するように求めましたですが日本側はこれには応じません東京五輪の開幕まで残り少なくなった時点でせめて民間レベルで間違いを 指摘したらすべきだとし今後組織的な運動をするとのことですがなかなか収まらないですねさてこれに対して日本の反応はと言いますと東京オリンピックを舞台に領土紛争があるって世界にアピールしたいのかなこれ日本政府が折れる可能性はゼロでしょ韓国が勝手に言うだけで相手に届かないのを要求とは言いません削除するわけないですよ何を言っているの 竹島は日本の領土ですが何か韓国が来なければすっきりした競技ができますよね。韓国がとく五輪精神とはとの声が上がっています。 韓国はすす。ごく大変ですそれなのに東京オリンピックに参加されるつもりでしょうかいやなら来なくて構いませんし日本に対してすっきりできないのであれば無理に来なくてもいいと思いますがねこの問題は果たして必要なのかということですが優先順位としてはとても低いと思います他に解決する問題が山ほどありますね。